今なら自信を持ってこう言えます。今日までね、人生上出来でございました。これにておいとまいたします。借りていたものをお返しするんだと考えるとすごく楽。見本になるのも一つの生き方。言葉ってものは傷つけもするし幸せにもする。単純な文法です。それを障害と見るか、自分が乗り越えて人間として豊かになると見るかですよね。内田裕也のすべてが好きです。すべてが。もし生まれ変わったら、内田とはもう会いたくない。もし次出会ったらまた好きになってしまって大変な人生を送ってしまうから。期待されないっていうのが一番いいものができる。内田がね、ここ最近会うたびに体調が悪いってうるさいの。でも私が、それは辛いね、わかるわよ、私なんか全身がんだものって言うとピタッと黙る。死ぬまでの間に残したくない気持ちを整理しておく。人として生まれたからには善も悪も欲も全部ひっくるめて、ちょっとそぎ落としたところで着地したい。私は別にないわよって。でもじゃああるといえば果てしなくあるんですよ。私は20代の頃、人生に飽きちゃったことがありました。60歳を過ぎたなら、60歳を過ぎたなりの何かいい意味での人間の美しさっていうのがあるような気がする。もっともっとという気持ちをなくす。宗教とは関係なく、これからの世の中は目に見えるものしか信じないか、目に見えないものを受け入れるかで、随分歩いていく道が違ってくると思う。子供の時に他人と比較する無意味さを知った。私なんて家族でいる時が一番緊張するんだから。無傷だったら人間として生まれてくる意味がない。覚悟っていうのをすると気楽ですよ。私は何でも面白がれるの。やっぱり世の家族が崩壊しないのは女の粘り強さですよ。あの夫でなければこの人生面白がれなかった。病気するとわかるんですよ。人生ってそんなに長くないんだなって。やり残したことなんて死んでみないとわからない。誰かに沿って生きるって人間が成熟していくために必要なことだと思う。彼と一緒にいると自分は意外とまともなんじゃないかと楽な気持ちになれた。人間の裏側を見ちゃう。そういうところが人と和を保っていけないところ。物を作るっていうのは
物を壊して作っていくことなのね。自分にとって不都合なもの、邪魔になるものを全て悪としてしまったら、病気を悪と決めつけるのと同じで、そこに何も生まれてこなくなる。なかなか出会える人ではありません。向こうもこれだけへこたれない女はいないなって。お互い中毒なんです。終わりが見えてくるという安心感があります。不幸な思いをしちゃった時に反省して、自分が憂鬱になっちゃったらまずい。私が今一番面白いなって思ってるのは、自分が年を取っているということ。人間ってのは怠け者で、逆境に合わないと成長しないものと確信していた。喧嘩する体力がなくなって随分腰が低くなった。どの夫婦も夫婦となる縁があったということは、相手のマイナスの部分が必ず自分の中にもあるんですよ。自分の身の丈に合ったレベルで、そのくらいでよしとするのも人生。年をとってパワーがなくなる、病気になる。これは神の賜物、贈り物。宇宙の流れに順応していないものが悪なのです。男を良くするのは女の期待も必要。今まで生きてきた人が死んでいく。死っていうものは日常なんですよね。老衰で亡くなっていくのは最高のもの。こういう理想の家庭が欲しいといった欲が全くない。女は強くていいんです。強くないと一家を支えられない。がんがなかったら私自身つまらなく生きて、つまらなく死んでいったでしょう。不自由なものをなんとか自由にしようとするなんて思わないのよ。みんな俺から逃げていくんだと。結局いなくならなかったのは私だけっていう感じ。人のせいにしているとなかなか成熟しない。死に向けて行う作業はお詫びですね。見誤らないように生きていきたい。生きていかなきゃという感じ。マイナスの出来事も含めて自分の栄養かな。若い時には当たり前だったことができなくなる。それが不幸とは思わない。人間ってそんなに清廉潔白にはなれない。自分を犠牲にしても家族を守るとか、会いたくても矢も盾もたまらないような深い深い愛情が自分の中にはあるとは思えない。がんになって死ぬのが一番幸せだと思います。畳の上で死ねるし、用意ができます。女として当たり前のことやらなきゃ死ねないと思う。
女が台となって始まりの感じになる。すべての始まりの土台を作るのが女。年を取ったらみんなもっと楽に生きたらいいじゃないですか。さて、人間としてどう終了するか。自由に生きていいのに自分で生きにくくしている。あって当たり前。本当に偉そうだった。幸せというのは常にあるものじゃなくて自分で見つけるもの。私は全てのことに対して絶対こうでなければいけないという鉄則はないと思っている。何でもない日常や取るに足らないように思える人生も面白がってみる。抱えられるものには限界があって、それ以上抱えようとしても抱えきれない。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。